はい。ここ数回はですね、ギター本体について、えー、いろいろ語っておりますけれども、えー、今回はですね、エレキギターのネックの指板部分、フレットを打ってある指板の表面のこのカーブですね、ハールって言うんですけれども、カーブについてちょっと語ってみたいと思います。で、今回はですね、えー、ネックの断面をちょっと、えー、また書いてみました。 で、ちょっと上の方をまず見ていただけるとわ、えー、かると思うんですが、ね、この断面ですので、えー、この部分が指板ですね。で、その上に6本弦が並んでいます。で、上からだんだん細くなっていますが、654321弦ということになりますね。で、実際はまあ指板の上にフレットが打たれる形になりますが、今回2種類ですね、断面用意しました。 で、上の断面はですね、指板のこの一番上のラインを見ていただくとわかるんですが、非常にフラットな、平らな感じになってますね。で、下の断面はですね、ちょっと極端に書いたんですが、指板の表面が非常にこのように R がきつい、カーブがきつい感じに書いております。で、同じように上に弦が載っていますね。で、こんな極端にカーブしているエレキギターというのはなかなかないと思うんですけれども、ちょっと極端に書いてみました。 で、ギターのスペックが書かれた表なんかにはですね、この指板の、えー、表面のこのカーブの度合いですね。これをですね、えー、R を使って、えー、書かれている場合が多いです。で、R はですね、英、え、語、ー、のラディアス、えー、日本語で言うと半径ですね。円の半径、えー。このラディアスの頭文字の R を取ってですね、えー、今出ていますけれども、例えば 180R とか。 えー、一番下なんか 400R って書いてますが、この数字が大きくなればなるほど、えー、平らになっていきます。ですから、えー、今書いてある4つの R の中ではですね、180R が一番このカーブがきついということですね。で、えー、その右にですね、えー、インチ。例えば 180R の横、えー、右見ると7.25インチ R。で、これはですね、割とアメリカの えー、サイトなんか見るとスペック表のところにインチで書かれている場合が多いです。でこの7.25インチですけれどもこれをですね、えー、センチに換算すると、まあ、2.54かけてやるといいので一番右18.415センチメートルということで、えー、180っていう一番左の数字はですね、えー、ミリ単位はミリだっていうことが分かりますね。 ですから、400R っていうのは16インチとなってますが、16×2.54 しますと40.64センチメートルということで、まあ、400ミリっていうふうに言えると思います。で、こを単位ですね、400とか180とか、えー、何を表してるんだと思われると思うんですけれども、今言ったみたいにラディアスということで半径ですよね。 ですからこれですね、東方も、ちょっとギターの制作の勉強とかしたわけではないんですけど、なかなかサイトでもですね、この400とか180というこの長さが何を表しているのかっていうのをしっかり解説した、なんかページがあんまり見つからなかったんですけれども、おそらくはですね、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですが、ですから例えば 180R ということは180ミ、mm、リですので18、18センチ。 ま、この先端から今、18センチのところ、人差し指でこれ押さえてますが、ま、この、こちらの右手の人差し指の、こちらの方を中心としてですね、このような感じで円を描いた時の、この先の部分のこのカーブ。これが 180R のカーブだと思います。これ間違っていたら、指摘お願いいたします。おそらくこのカーブのことですね。 ですからこれが例えばちょっと長くなって240ってなると当然え中心からこの端までの距離半径がえ長くなりますのでこの下のこちらの人差し指の部分を中心とした円を描いたこの外周になりますので当然カーブは緩くなりますよねだからそれがどん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 進んでいって 400400r でしたらちょっと今映りませんがこれだけ半径が長くなりますので こちらを中心にしてこう円を描くと当然この先端部分のカーブの R っていうのは非常に緩くなりますねカーブが緩くなりますですからこれ数字が大きくなればなるほど指板の表面っていうのが平らに近くなっていくっていうふうに考えていただければいいんだと多分思います 間違っていたらご指摘の方、えー、お願いいたします。ですから、まあ、覚えておくのはですね、えー、数字が小さいほど、えー、カーブがきつい、ここの R がきつめになるということですね。で、えー、重要なのはですね、このカーブが違うと何が違うのかっていうことなんですけれども、まあ、一番大きいのはですね、左手で押さえた時のこの押さえ心地みたいな感じですかね。 で、頭歩の場合はですね、割とこの指板の表面っていうのはカーブがきつめの方が実は好きなんですね。でなぜかというと、こういう風うにして親指を上から回してきて、こう握り込んでコードを押さえるような時そういう時も非常にこう握って、えー、指を置いていった時に、非常にこう自然にこう指を持っていって力が、えー、力を入れることができる。なんかそういう感覚があるんですね。 で、ローポジションとかでも、こんな F とかですね。こう人差し指でぜ全部の弦をこう制覇して押さえるような時でも、何かこう指板に、この人差し指が綺麗にこう沿って、え、曲げながらこういう風に、え、力を入れることができるので、何かこう押さえていても力が入りやすいような感覚があります。 ですから非常にこう平らなフラットに近い指板だとちょっとですね何かコードとかを抑えていた時もちょっとこう抑えにくいなって思うことがあります。で、単音引きを弾いていてもですね、例えば2弦、3弦、4弦同じフレットを人差し指で押さえて2、3、4弦パッパッパッとこう弾かないといけないような時ですね。同時にこの2、3本の弦を1本の指でパッと押さえる時もなんかカーブついていた方が 力が入りやすくて、こう、高速で移動するときもですね、非常にやりやすい時があります。ですから、例えば今なんかは9フレット、2弦、3弦、4弦って押さえてますが、例えば2、3、4と順番に弾いていくときもですね、パッパッパッとこう、2弦が弾き終わったら2弦ちょっと浮かして、で、3弦弾き終わったらまた浮かして、最後は4弦だけ残すみたいな、こういう動きをするときもですね、R がしっかりついていると、ちょっとの動きで、 えー、弦から指が離れますよね。ですからそれが、えー、割とフラットだとしっかり多めにちょっと指を動、えー、浮かさないといけないので、ちょっとそのあたりが、おそらくちょっと弾きにくいなっていうふうに感じる、えー、原因だと思っています。 であとはですね、弦のそれぞれのこの弦高ですね、弦の高さを見ていただいたら、この図でわかると思うんですけれども、やはり R がきつい場合ですね、カーブがきつい場合は、そのカーブに沿ってですね、それぞれの弦の高さを決める必要がありますので、こういうきついカーブのネックのギターの場合は、ブリッジ上ですね、この実際に 弦オクターブ調整とかするこのブリッジの部分ですねここのコマもですねやはりこのきつめのカーブに合わせて、えー、高さを決めてやら,やらないといけませんねですからこれ指板の R がですねこんなにきついのに、えー、上のタイプみたいに一直線に並ぶように弦をしてしまうとですね、えー、3弦4弦は高さは、えー、ぴったり合うんだけど えー、弦だけがまっすぐに行きますので1弦なんかはかなり指板からこう離れた状態になってしまって弦高が非常に高くなってしまうそうなるともう当然引いていても非常に違和感がありますよねですからこの指板の表面のこのカーブですねカーブの具合に合わせて、えー、ブリッジ部分のコマの高さっていうのを決めているということになりますねですからそのあたりで弦の、えー、一本一本のこの高さの 感じも当然フラットな指板のギターとは異なりますのでやはり左手でこう押さえた時ですねこうどんどん例えば1弦から6弦側にこう指を移動していくような時でもやはり高さの変化の度合いというのがかなり違いますのでやはりそこで好みというのも分かれると思いますね。 で、もう一つ大事なのが、えー、基本的になんですけれども、割と適正値の弦高にしたギターの場合ですね、えー、上のこの指板がフラットなものに、えー、比べて、えー、下の指板の R がきつめのギターっていうのはですね、えー、1弦とか2弦、特にそうなんですけれども、チョーキングですね、ハイポジションで特にチョーキングをしたときにですね、 えーまあ、全音ぐらいのチョーキングだったらいいんですけども一音半とか上げた時に非常に音が切れやすくなります。でこれはどうしてかと言いますと、まあ、先ほど言いましたこのブリッジ部分のです、ね、弦の高さにも関係するんですね。えー、このように、えー、指板の R カーブに沿って弦高をまあ適正の値にこう調整するんですけれどもさっき言ったみたいにブリッジもですね当然このように1弦が低めで で、徐々に高くなっていって、まあ、3弦4弦あたりが一番高くなって、で、また5弦6弦に行くに従って低くなっていきますよね。ですから、これ、えー、例えば1弦をチョーキングするってなった時にですね、でこれはですね、えー、ギターにもよると思うんですけども、実際にチョーキングをした時ですね、例えば、このギターの場合15フレット、この G の音をですね、A の音まで、全音ですね、ちょっとチョーキングをしてみると、 大体今で全音ぐらい上がってるんですが、1弦をかなりですね、3弦に近いところまで上げないと全音って上がらないんですね。で、今のようなチョーキングをした場合にですね、えー、この左手の押さえているところですね、ここの部分、15フレットのこの1弦っていうのは当然ずっと3弦の方に移っていきますので、えー、この弦の位置っていうのも指板に沿って徐々にこう高く山の頂上に向かってこう登っていきますよね。 で、登っていってですね、こちらのブリッジの1弦のここの部分ですけれども、これも同時にこうやって3弦に寄っていってくれたら全然問題ないんですが、ギターの場合、このブリッジの1弦の位置っていうのは全く変わらないですよね。どれだけチョーキングしてもここの位置は変わりませんので、どういうことが起きるかというと、1弦のこのブリッジ部の高さはもう移動しません。 で、この左手で押さえている15フレットの1弦ですね。これがどんどん指板の R の頂点に向かって、え上っていってるのに、こちらの1弦の高さは変わらないっていう風になると、どういうことが起きるかというと、1弦のですね、このラインをよく見ていただくと、まあ、3弦の位置ぐらいから斜めにですね、1弦のブリッジに、ブリッジのコマに向かって、弦が斜めにこう傾いた状態になりますよね。 そうするとですね、えー、この指板の R がきつければきついほどですね、えー、この適正に合わせているブリッジの位置のままだと、えー、ここの今押さえている15フレットから最終フレット、このギターだと22フレットになりますが、この間のフレットにですね、弦が当たりやすくなってしまうんです。ということは、調整がしっかりできていないギターは余計にそうなんですが、 チョーキングをこう上げた途端にですね、音がプスッとどこかの、えー、このハイポジションのフレットに当たって音が消えてしまうんです。ですからよくこのことをチョーキングした時に音切れがしやすいとか、音切れするっていうふうに言うんですが、この現象っていうのは、えー、やはり今言ったみたいにこの指板のカーブがきつめのギターの方がですね、症状が出やすくなります。ですから割とですね、トラディショナルな タイプのストラトなんかは180とか 184R みたいな感じでかなりきつめのカーボがついた指板を持っているんですけどもそういうギターの場合はですねかなり1弦2弦っていうのも余裕を持って弦高を高くしないと全音とかこの1音半とかですねチョーキングした時は非常に音切れしやすくなりますですからこう速いパッセージで力を入れずにですね えー、いろいろハイポジションでもチョーキングも、えー、音切れなく弾きたいっていう方はあまりですねですから理屈だけで言うともう本当に真っ平らの指板にしてしまってブリッジの設定も1弦から 6, 6弦まで全てですね一直線にセッティングしているギターだったらどれだけですね、えー、チョーキングをしても、えー、弦がこういくら斜めになってもですね 高さが1弦から6弦まで変化がありませんので、そういうギターの場合は音切れっていうのは非常にしにくくなりますよね。ですからちょっとその指板の R っていうのはですね、そのチョーキングした時の音切れなんかに非常に大きく関わってきますので、そこはちょっと注意が必要ですね。で、一般的にはですね、えー、さっき言いました通り、ちょっとトラディショナルな感じのストラト、フェンダー系のストラトとかテレキャスターはですね、 180R とかいう感じでかなりきつめの R になっています。で、あとギブソンなんかはですね、えー、まあ標準と言われているのは 300R、305R とか書かれている場合が多いですね。ですからギブソンタイプというのはフェンダーのトラディショナルなモデルに比べるとフラット気味の指板を持っているというふうに言えると思います。 で最近はですね、この指板の R なんですけれども、コンパウンドラディアスと呼ばれまして、この指板の表面の R をですね、円錐の形に削ってある指板の仕様っていうのもあります。で、どういう仕様かというと、ローポジションとハイポジションでですね、実はこの指板の R の値が違うんですねで。具体的に言うとですね、例えばこのローポジションの部分が 180R で、 でこのエンドのネックのエンドの部分が 300R っていう感じでこちらの 180R から徐々にですねハイポジションに行くに従って R が緩くなっていって最後エンド部分では 300R にするみたいな加工されたエレキギターっていうのが最近は増えてきましたですからそういう仕様のネックの場合はですねローポジションを弾いている時は割と R がきつめのネックを弾いている感覚になるんですけれども ハイポジションに行ってですね、一元なんかこう、大きくチョーキングした時も音切れがしにくい、というような、まあいいとこ取りの仕様っていうことも言えると思います。で、オーダーメイドなんかをですね、受け付けているメーカーとか工房なんかではそのコンパウントラディアスのですね、値なんかを自分で設定してオーダーすることができるようなことも最近は多くなっていますね。 ということで今回はですね、指板の R について語ってみましたけれども、まあ、頭歩の場合は、ややきつめ、R がきつめのギターの方が弾き心地がいいなと思うんですけれども、やはり範囲ポジションでのチョーキングの音切れっていうのは気分がいいものではありませんので、やはり選択肢を選ぶ場合はですね、やはり先ほど言ったコンパウンドラディアスで、 ローポジションはきつめの R にしておいて、ハイポジションは割とフラットよりの、そういった仕様を選ぶ場合がやはり多いですね。で、あとは指板の材がローズウッドなのか、メイプルなのか、まあエボニーもありますけども、その材によってもですね、こう引き手が感じる、受けるこうイメージ、こう R のイメージっていうのはちょっと違う場合もありますので、まああまりですね、数字にとらわれずにですね、自分がこう実際に 引、えー、いてみてであとは自分がこだわる点ですねそのあたりを、えー、はっきりさせておいて、えー、思想なんかする場合も、えー、じっくり試すのがいいと思いますであとはねこの場合はですねこの表面指板の表面の R もありますがこの後ろのグリップの形状なんかによってもですねかなりこう握り込んだ時の、えー、握り心地とかですね押さえた時のこう指の届きやすさとかあとは手のひらのこのホールド感とかですね そのあたりの違いっていうのは、この後ろのグリップの形状にも、形状によってもかなり変化しますので、そのあたりも非常に重要になってきますね。以上で終了いたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。